保護処分の流れ少年鑑別所は少年鑑別処方によって設置されている少年の収容施設である。主に家庭裁判所の看護措置決定により送置された少年を収容し医学、心理学、社会学、教育学等の専門知識に基づいて資質及び環境の調査を行う。鑑別所とも言う。少年鑑別所は 少年鑑別処方に基づき設置された法務大臣の所管に属する施設であり、公述の一覧に記載した日本全国の52カ所に設置されている。少年鑑別所が行う事務は次に掲げるものである。鑑別とは医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的知識及び技術に基づき、鑑別対象者について、 その非行または犯罪に影響を及ぼした、資質上及び環境上問題となる事情を明らかにした上、その事情の改善に寄与するため、そのものの処遇に資する適切な指針を示すものである。判別は、心理学の専門知識を持つ、法務技官が、主に行う。少年判別書の判別対象者となるのは、以下のものである。少年判別書は、 原則として各家庭裁判所に対応して設置されているが、例外として東京家庭裁判所管内に東京西少年判別所が設置されており、また福岡家庭裁判所管内には福岡少年判別所の文書として小倉少年判別支所が設けられている。一部の家庭裁判所に対応する少年判別所においては支所への格下げがなされるようになった。 札幌共生管区仙台共生管区仙台少年、鑑別所東京共生管区東京少年鑑別所、名古屋共生管区大阪共生管区京都少年、鑑別所広島共生管区高松共生管区、福岡共生管区福岡少年鑑別所長崎、少年鑑別所。ありがとうございます。